こんなところでなんて眠れはしない。だからあんな嫌な夢なんかを見るんだ。くそ、あいつの薄ら笑いが聞こえてきそうだ。なんだ、怖いのか。意外に臆病なやつだったんだな。そんなんじゃないんです。僕はこのところろくに寝てないんですよ。編集長だって知ってるじゃないですか。だから今日はこのまま帰って夜まで寝ててもいいんだ。そして夜にはあの女子寮を徹底的に調べてこい。そんな、僕は尾崎克美、極物雑誌の編集者である。アイドルのゴシップからストリップの取材と何でもやっている。そして今回は粒ぞろいの女の子が住んでいると噂の女子寮の潜入取材である。潜入といったって何も女子寮に忍び込めとは言っていないんだ。赤外線カメラで女のパジャマ姿でも撮りゃ十分よ。もともとお前に忍び込む度胸なんて期待していないから。忍び込んだら犯罪じゃないですか。犯罪？そうだよ、立派な犯罪だよ。だから読者は興奮するんだ。この幻想を求めて読者は我々の雑誌を買ってくれるんだ。それで捕まったらどうするんですか？何バカなことを言ってるんだ。戦争のカメラマンが弾が当たって死んだらどうするんですか？なんて聞くと思うか？死をかけた緊張感がいい写真を撮らせるんだ。それに比べりゃたかが軽犯罪じゃないか。まあ窓越しのシルエット写真ぐらいじゃ捕まりゃしないよ。でも知ってるよ、彼女があの女子寮に住んでるんだろう。そうなんだ。まだ手も握ったこともない彼女が今回取材ターゲットの女子寮に住んでいる。僕がそれが今回の取材に気が進まない原因の一つだった。残念だがこの世界、ネタがなくなりゃ自分の彼女でも平気で裸にするような世界なんだ。いい写真が撮れなきゃ彼女にお願いして下着姿で窓際にでも立ってもらいな。大丈夫、顔にはきちんとモザイクを入れてあげるから。僕が取材に気が進まない原因は他にあった。編集長とあの女子寮の管理人とは幼なじみで異常に仲が悪かった。編集長は管理人を女の下着を漁っている変態と罵り、管理人は編集長を女のゴミ箱を漁っている低能と軽蔑している。僕にはどっちもどっちという感じだが、市場を仕事に持ち込んで欲しくないものだ。さて仕事に取り掛かるか。確かにこの仕事は編集長の言う通り綺麗事では済まされない。いやいやながらも僕はこの仕事を引き受けたが、その反面奇妙な好奇心も芽生えていた。事実みゆきとはまだ付き合って2ヶ月で手も握っていない。だからこそみゆきの私生活を覗いてみたいという好奇心、女の花園で管理人をしている男への好奇心。僕も編集長と同じ穴のムジナかもしれない。友達と電話をしているようだ。ダメ、振られちゃった。しょうがないじゃない、会うたびに体を求めてくるんだもん。キスもしてくれないでいきなりよ。頭きたからやらせなかったの。そしたら彼切れちゃって他に女がいることを自慢げに話すの。
その女はフェラチオがうまいだの、締まりがいいだの、最低じゃない。へえ。え、まあ次の男のために風呂にでも入ってあそこをきれいにしてます。じゃバイバイ。みゆきの部屋だ。みゆきだ。パジャマ姿なら完璧だったのに。おっと、ダメだダメだ、これじゃ編集長と同じじゃないか。なぜだろう、シルエットなのになぜか興奮してしまう。この女は取れそうにないな。男と電話をしている。お願い、来て。いっぱいサービスしてあげるから。大丈夫。この寮の女の子はみんなお嬢さん育ちで、土曜の夜はお家に帰って親孝行してたり、まだ10時なのにもう寝てる子もいるのよ。笑っちゃうでしょ。だから私みたいな女がいる方が社会勉強になっていいのよ。この前なんか私がオナニーしてたら隣の女の子が覗き穴を作って見てるの。なんか見られていると思うと変に興奮しちゃって。だから今夜は高橋とのセックスを見せつけようと楽しみにしてたんだけど、親孝行で実家に帰ったみたい。でも高橋だって女子寮に忍び込んでやるなんてスリルがあっていいじゃない。大丈夫だって。裏口のドアの番号を487って押すだけでいいんだから。487よ、しっかり覚えてね。私はもう濡れてるんだから。たかしが来るまでオナニーで準備を整えてるから待ってるよ。裏口から簡単に入れそうだが、それでは犯罪になってしまう。でもあの編集長の鼻も明かしたい。おっと、危ない危ない。あいつが下着を漁ってる変態野郎か。お風呂だ。盗撮ができたら編集長の鼻を明かせるのに。